この刀は大すり上げながらも荷幅広めで、元先の幅さは目立たず、反りは浅く、大きさ先で南北朝期という時代色を示している。炒め肌やや摘み、地にえ細かにつき、地形入り、淡く見え移り立つ。波紋は、すぐは貴重にこぶの目、誇張寺混じり、の垂れ混じり、雷波の特色が見られる。来国都市の門人、来国長は、後に京より摂津の中島に移住して担当したことから、中島来と通称されている。